今大阪府大阪市と IR 事業者とで今年の4月に基本合意書っていうのを締結してるんですけれども、それが裁判でも大阪被告の大阪市側が出してきません。まだ決まったもんじゃなくて協議中のものであるから出せませんと。で情報公開請求を原告の山田先生がしたんですけども、非開示で表紙だけ出てきました。で中身はですね、重要で、これから大きな声でお願いします。すいません、中身すごいこれ重要で、今後今国の審査中で認可は下りてないんですけれども、認可が下りると大阪市大阪府と IR 事業者とでどういう契約を結ぶのかっていう契約書の内容が書かれてるんです。こういう契約を結びますよっていうことを基本合意しましたっていう、書類なんですね。で私ら訴訟をやってる側にとっても大事な情報なんで、それは開示してくださいって言ったんだけど、裁判でも出さないっていうもんで、こちらの書面としては文書提出命令申し立て書っていうのを出しています。裁判官にちゃんと被告に基本合意書を出しなさいっていう命令を出してくださいねっていう書類を出しています。であと、法廷外の動きとしては議会に陳情を出しまして、大阪市議会にで、こういう大事な文書はやっぱりちゃんと市民に公開すべきだということを議会にまず陳情を出しました。でその後松井市長宛に要望書っていうのを提出しました。でこれに賛同署名をお願いしまして、この中も方もすごく署名してくれた方たくさんいらっしゃると思います。でそのこういう要望書を出したよっていう750ぐらい集まったんですけれども、結局ね賛同署名がそれも裁判所に出して、私らはこういう町市長にこんな要望を出しましたと。でこれだけの700何十人もの人が賛同してくれて署名してくれてますっていうのも裁判所に提出してます。なのでちょっと珍しい支援者の皆様参加型の裁判になっております。皆さんも参加しているような感じになってます。でまだね、大阪市の方からほんならもう文書出すわとか、やっぱり出さへんとかっていうのはまだこれからっていうところですかね、という感じですね。そうですかね、はい、そうですね、はい、簡単に言うと今そんな感じになってまして、でまたその法廷外の動きとしても、年内に審査委員会が審査を終えて、IR カジノの認可を国土交通大臣がバンって下ろすんじゃないかって言われてたんだけど、今まだです。で、どうも年内に認可される見通しはなさそうな感じなんですね。なぜかっていうと、自民、公明、維新のこの3つ、カジノやりたい3つは、年内に認可してほしかったんですよ。認可すると絶対国内でカジノ認可したっていう世論が巻き起こります。でそのもうカジノおかしいじゃないかって言ってる世論の中で、来年の統一地方選を戦うのはしんどいから、年内だったら多分来春には国内のカジノおかしい反対だっていう世論が収まってるだろうから、年内認可っていうのを目指してたんですね。だけど年内に認可されないということになると、認可の時期がぐっと後ろにずれる可能性もありますので、そうすると来年の選挙、これ裁判は選挙関係ないけども、選挙とか私らの戦いも戦いがいが出てきたかなというような状況でございます。ではちょっと私が簡単に説明しましたんで、この後弁護団の方からちょっと難しく説明してもらいます。弁護団の豊永と申します。今日は本当に多くの方もお集まりいただいて、非常に寒い中ですね、非常に恐縮でございます。
そうですね、今大体おおよそのところで、幸田さんの方からお話しいただいていた通りなんですけど、まあ、もうちょっと詳しくお話をさせていただきますと、今回ですね、こちら、原告の方ではですね、被告からの答弁書というのが出たので、まあ、それに対してですね、原告の第一準備書面というものを出しました。で、それは、まあですね、中身的に言うとですね、大きな問題としてその液状化の問題と土壌汚染の問題と地中障害の問題がある。ただですね、この液状化の問題というのは非常に癖者でございまして、もともとはそれ以外にじゃあ軟弱地盤という問題がひっついてたんですね。で、ところがそれがですね、いつの間にかですね、その軟弱地盤という問題がなくなってて、で、その液状化という問題がですね、実は軟弱地盤における液状化という問題になってるわけなんですね。で、そうすると、なんだか見かけの上で軟弱地盤の問題っていうのは消えてるんだけど、実は大阪市が液状化っていうのは、イコール軟弱地盤の問題も含んでるわけです。で、この軟弱地盤というのがですね、またこれは非常に癖ものでございましてですね、まあまあ皆さんもいろいろなところで気になってますけど、要するに要するに鉱石層ですね、支持基盤の第一第一天魔層というのが、まあ、地下60メートルぐらいで、さらにその下に行くの第二天魔層の鉱石層が80メートルぐらいで、どうもですね、この80メートルぐらいですね、やっぱり杭を打たないとダメだろうと。で、かつでさ、80メートル杭を打っても、まあ、だそれ十分かどうかわからない。で、で、大体、まあ、いろいろと道具の、詳しい方とにお聞きするとですね、もう60メートル超えると、もう未知の世界になるというふうには聞いてるのでですね、まあ、そこまで来るとね、本当に、そんなことできる業者も、本当に国内でもごく少数しかいないと。まあ、1社か2社かみたいな世界ならしくてですね。で、そうすると、まあ、結局費用なんかも、まあ、正直言って差し値で決まっていくような状況になっていると。そういう問題についてですね、大阪市はどうも液状化って言ってるんで、液状化の問題だから、まあ、目処つきますよということを言ってるけど、本当は液状化といった時にですね、もう軟弱地盤の問題、地盤沈下の問題もですね、きっついてくるので。で、そうすると大阪市が液状化についてやっぱり自分たちが負担しますということはですね、すなわち軟弱地盤の問題、つまり地下80メートルまでのですね、問題も大阪市が引き受けますよということにほぼほぼ等しいというか、そういう中身になっているのではないかと、まあ、おそらくなっているんだろうなと思う。で、それをですね、いや、そういう話になってるんじゃないのっていうのを一番はっきりしてるのが、先ほど話に出ましたけど、今年の4月ぐらいにですね、大阪市とですね、大阪府と IR 事業者、大阪 IR 株式会社との間で今回の、整備計画が認可されたら、こういう契約しましょうというものについて、もうすでに今年の4月の段階で、まあ、ある程度こういう中身にしますって決めてるんですね。で、その決めてる分が先ほど言った基本合意というものなんですが、ところがこれについてですね、大阪市の方が全く開示しようとしない。先ほど山田先生の方が開示請求されて出てきたんですけれども、出てきたものはピラ1枚 の、 表書きでですね、要は、これだとですね、まあ、要するに実施協定、まあ、最終的に認可を下りたときに契約する内容としては別紙1から別紙5までよというようなことを書いてるとこだけ開示してですね、その別紙1から5までについては開示し、黒塗りですらなくですね、全く不開示な状態にしてると。でこの別紙1から5っていうのをもうちょっと詳しく言うと、別紙1っていうのは IR 大阪府とですね、 IR 事業者との間である実施協定書です。まあ、これもまあ大切な中身なんですけれども、まあ、これも全く出さない。で、次、別紙に、これが今回うちらの方に一番関係するんです。別紙の方は、大阪市と IR 事業者との間で、契約する、その借地権設定契約です。要するに賃貸借契約。だから、どういう賃貸借契約をするんだっていうことについても、これも全く開示しない。で、第3と第4がですね、これは立地協定という、これは多分大阪市は必ず入ると思いますけど、大阪府
大阪市あるいは IR 事業者との間で締結する立地協定が、まあ2つあって、立地および整備に関する協定と立地および整備にかかる土地使用等に関する協定というのがあって、これも出さない。でさらにですね、気になるのが第5はです、継続協議事項というのがありまして、これなんかその多分その実施協定時に要するに契約締結した時に多分まだ解決してない問題について継続して協議しましょうねっていう条項部分があるんですよね。でそれをまあ多分それが多分この継続協議事項っていうことになってると思う。それも開示しない。で実は非常にこの継続協議事項っていうのが、我々としては非常に気になるところでですね、じゃあ何を継続して協議するのって言ったら、まあ、今までの話の流れで言うと、まあ、おそらくこの液状化の問題、土壌汚染の問題、まあ、地中障害の問題は比較的その中から小さいですけれども、やっぱその問題でやっぱ継続協議にしてるんじゃないのかなというふうに我々としては思わざるを得ないわけです。でそれをまあ逆に言うと開示してくれたらこっちもよくわかるんだけど、まあ、今全く開示を拒絶しているというのが今の状態でございます。ですから我々の方でもですね、その開示をですね、前回の10月あたりからですねずっと求めているところではあるんですけれども、これに先ほど先週ですね、今日の法廷の審理自体非常に淡白なものでしたけど、実は1週間前にですね事前にウェブでですねこういうふうな段取りで進めしましょうっていう協議やってるんですね。で協議のところでも我々の方でもまあやっぱし重ねてですね、これは開示すべきではないのかと、開示しなかったらそもそも審理できないじゃないのという話をしてたんですけれども、まあ大阪市の方はですね、なんだかふにゃらふにゃらみたいな話をしてですね開示しようとしないで、まあ割と裁判所の方もまあ説得はしてくれたかのように思うんですけれども、ただ大阪市の方ではなんかこのなんだかうにゃらうにゃら言って開示しようとせずにですね、まあ一応検討するようなことは言ってるんだけど、正直言ってその話ぶりとかいろいろ聞いてるとですね、まあ引き延ばしに図ってんじゃないのかなと、まあ端的に言うと整備計画の認可が出るまでは皆さんにそういうことを知らせないでおこうというようなつもりなんじゃないかなと思ってしまうような、そんな態度だったわけですね。それで、なんでそう思うかというとですね、実はもともとこの裁判を起こすきっかけになったのは基本協定書というのが大阪市と市と IR 事業者との間で締結された。ところが実はこのもともとこの実施協定書自体も実はまあ、門外不出だったわけです。ところがまあいろいろな諸事情でまあ、その実施協定書が出てきたからこそこういう住民訴訟ができたわけなんですね。だからまあ正直言うとまあ大阪市からしたらそういう文書が出ること自体がですね、まあ要するにこういうもん、こういうこう市民の反発あるいはその世論の高まりが起こるきっかけになるのがやっぱり一番嫌なんだろうなというのは、その実施協定の件なんかでもやっぱし想像できる。実施協定はね、単純に公安局も知らなかったぐらいですから、だから我々がね大阪市にいろいろと言ったりとか、大阪市でも知ってる人知ってない人がいるんですよね。で知ってない人が知ったかぶりして大丈夫大丈夫って言ったりしてるような状況ですから、うん、だからそういう状況になってるのでね。でまあそういうこともあって多分今回で今回はまあ正直言って実施協定がまあもう出てる以上は基本合意書も当然出せ、基本協定が出てる以上はその基本合意も出るだろうとは思ってたんだけど、これがまたいやまあ我々もちょっといろんな筋を通じてですね出ないか出ないかとかでやってたんですけど、これがまた本当にこうガードが固くて出ないと。で結局山田先生の方がもう正々堂々と情報公開請求して、でそれでも引き延ばせて出てきたのがこの1枚ペラの先ほど言ったものというような状態なんで、それでまあ私どもの方とでもですねおそらくこの任意のやり取りではつまり裁判所の訴訟式だけで、停止させるのは非常にちょっと難しかろうということでですね、これはちょっと法的に出させる手段はないものかということで、その前回 その先週の協議の後から
からですね、昨日付で、文書提出命令の申し立てというものをしました。まあ、これは裁判所の方が文書を出すか出さないかということを判断して、まあ、要件に該当するのであれば、文書の所持者、つまり大阪市に対して出せというような命令をするものです。で、まあ、これが、まあ、裁判所の方が、あれですね、あっさり応じてくれたら、まあ、我々にとっても非常に喜ばしい話なんですけども、まあ、ちょっと裁判所がどう評価するのかは分かりません。で、まあ、その一方でもう一つ、まあ、できる、少なくともこれはやっぱし出す必要性はあるだろうなという主張も、まあ、実はしています。それはどういうものかというと、借地権設定契約書とですね、立地協定とやっぱ継続協議事項、これは特に出す必要性が高いものではないんですかというような主張もします。で、今日ですね、裁判所で私の方が、裁判長に申し上げたのは、その先ほどの文書提出命令というのを裁判所に提出してますけど、まあ、係の方に届いてますかと、受付からね、係の方に届いてますかということから。で裁判所が答えたのは、それは届いてます。で、それは21日の協議の時、つまりこの後ですね、来週の21日に大阪市 と、原告の弁護団と、あと裁判所を介してまたウェブで会議をしますの で、その時にちょっとまた議論しましょうという返事を、まあ、ボソッとしてたのはそういう返事だったんですね。ですので、まあ、ちょっとそこがなるまでちょっとどうなるのかっていうのは分かりませんが、まあ、基本的に弁護団としては文書提出命令を判断してもらいたいということを申し上げて、ただ文書提出命令もすぐ今日はポンと出るようなものでもないですし、まあ、仮にこちらがですね、こちらの望み通りの結果を裁判長が出してくれたとしても、当然不服申し立てとかできてしまうので、なんだかんだとで時間引き延ばしの可能性はあるので、それをやる一方でですね、やっぱし何て言うんですかね、これは出す必要性が高いものだよっていうことは、まあ、ちょっと任意でどれだけ出させることができるかどうか、まあ、それも試みていきたいなというふうに思っているところです。はい。で、ですので今日、まあ、実はすごく淡白なですね、やり取りではありましたが、実際にはちょっと先週から今日に至るまでいろいろバタバタでですね、まあ、やり取りをしてたということでございます。それともう一つ、先ほど高田さんのお話にもありましたけれども、市長に対する要望書もですね、まあ、今日の段階でも750ぐらいだということで、ですけれども、私が書類預かったのが12日だったんですけど、その時点で683筆の署名があったということですので、それも裁判所には提出しています。だから先ほど言ったから小田さんおっしゃったら、まあ、まさに参加型といえば参加型でですね、まあまあ、いや、言いたかったことは、これほど市民住民のですね、やっぱ関心が高い、やっぱ公益性が高い問題だよということは、やっぱしその裁判所にはやっぱり理解していただく必要があるかだろうなということで、皆さんのご協力を得て署名も出させていただきました。いや、本当に思いますけど、署名集めましょうかみたいな話したのがいつぐらいでしたっけね。2週間ぐらい前で、それでもうあっという間にそれだけのやっぱ必須が集まるっていうことが、まあ、すごく驚くべきことで、まあ、裁判所もちょっとびっくり、まあ、びっくりしてたんじゃないかなという気はするんですけれども、まあ、そういう意味ではやっぱこの問題っていうのは、まあ、その本当に市民の関心が高い問題ですので、引き続きちょっと皆さんの方でも興味持っていただいて、とにかくその基本合意をまず出させるというところがですね、やっぱりその IR を止めるためのやっぱり最初の第一歩かなというふうには思ってますので、引き続きご支援ご協力、あるいは お知恵をですね借りる場面もあろうとは思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。弁護団から以上でいいですかね。はい。で、あと原告の山田先生、文書公開宣言にして非常に
悔しい思いをしたという前回10月18日にですね、私第1回目の時に意見陳述を、緊張の 10分でやりましたけども、そのあとこの超満員 の報告会の時に基本合意書というのを弁護士さんからいろいろ聞いてですね、その翌日に審査請求というか情報公開請求をやりました。で本来はもうすぐに2週間後ぐらいには出るはずなんだけども、1ヶ月経ったら1ヶ月遅れますよということで、結局1ヶ月遅れで結局結果が出たわけですね。でやる非公開というその通知とですね、部分公開という2つの通知書が私のところに郵送されてきました。でそのだからこれこういうことも非常に珍しいらしいんですけども、結局部分公開というのはまさに先ほど豊中弁護士が言ったように表紙でありましてですね、その別に表紙抜けをするんじゃなくてですねこれ非常に大事な表紙であって、本当にこれA4 で表面と裏面がハンコだけなんですけども、これで20円私がですね送ったらですね、ちゃんとそういう請求書が送られてきましてですね、20円振り込んだらこれを開示しますよということですね。でもこれよく見ると本当に大変なことが書いてあってですね、弟子のが1から5までが結局こういう形で並んでいるわけですけども、それは全部非公開という形でありまして、でも表紙だけはあるわけですから、これをその特に別紙の中の第1、第2、第別紙5なんかをですね、要求していくという。で、実はですね、私もこういう情報公開請求だけじゃなくて、議会に、都市経済委員会宛てにですね、そういう、陳情書というのを出してですね、で12月6日に都市経済委員会というのがありまして、傍聴しました。その傍聴人はただ私一人が寂しくですね傍聴してたんですけども、その時に結局維新と公明の議員が多数で反対で、結局継続審査というか引き続き審査するという結論になりました。でもその時の維新のですね委員と IR 推進局の担当者がですね、そういう通過というか、非常にそのやり取りが非常に興味深かったし、結局情報開示しないのはですね、結局僕に送ってきた非開示の非公開のですね理由を IR 推進局は述べたに過ぎないわけですけども、非常に納得できないということで、ついこの今週の火曜日にですね、こういうその情報公開のやり方はおかしいということで、不服審査請求というのをやりました。本当にどんどんもう最近この大阪来たから本当に積極的に自分はもう僕の人生変わっちゃったなと思うくらいですね本当にもうやることが早いふうになったわけですけども、結局でもこれはですね、非常に不服審査請求しても結局は半年かかるとかですね、まだ僕は前の銀行の融資のコミットメントレターというのを不服審査請求を8月にやったんですけども、まだまだ全然その時間かかりますよと、それだけ数が多いのと対応できてないというか、そこも非常に不服なんですけども、そういうことをやりました。だからそういう点ではこれ国会でもですね、内閣委員会なんかで大石議員なんかが追及したけども、結局どういう文書が国に上がっているかということはその追及の過程で明らかになって、別紙1、別紙2ぐらいがですね国の国交省観光庁の方に回って今国の審査に使われているということは判明しているわけですけども、そういう点でその時のやり取りで言ったら、こういうこの特に別紙1とか別紙2なんかは大阪市からですね絶対に公開しない公開しないようにということを最初から依頼されてるなんていう、そういうやり取りもあったという。だからやっぱり僕は後悔しないように
公開するというか、公開させるという形で、ね、もうそういうことで、まあ、これからもぜひあの弁護士さんたちにも頑張ってもらいたいという、まあ、以上です。まあ、でも重要なことはそのこれから大阪市とか、まあ、多分大阪市、まあ、大阪府も入るかもしれませんけど、公金がどんどん夢洲のインフラ整備に投入されるかもしれないのに密室で決められてる。でその密室で決めずにどんな契約を結ぶのか、どういうふうに公金が使われていくのかっていうのを市民に明らかにしなさいと言っても、いやそれは明らかにできません、私らで決めときましたから、それは市民の皆さんには公開できませんっていうことが行われているわけですね、というのが、まあ、一番問題かなと思います。で、ごめんなさい、質問ある方、まだ、お部屋待4時ぐらいには終わろうかなと思ってます。あ、すみません、ちょっと時間がないです。じゃあ、手短にお願いいたします。あのね、もともとその IR の整備法とか推進法とかいう法律があると思うんですけども、その中の整備法でね、この住民の意思を反映させるために必要な措置をね、講じなければならないと。整備法の中にあるわけですね。ほんでだけどこの今年の1月ぐらいから始まった公聴会、住民説明会ね、まあ、住民説明会は途中でねコロナでもうやめてしまったけども、まあ、ほとんどの人がその懸念とか反対を表明して、途中参議院選挙があったけども、その選挙期間中もこの推進派のね候補者は街頭演説でも政見放送でも選挙広報でもこのカジノの問題は一言も触れんとねやってきたと。ほんでそれでこのああいう住民投票を求めるあの条例制定ね、ああいうやつは否決したと。そういう欠陥、この IR 整備法に、もう劣るような欠陥のね申請をね国土交通省が受け付けるということはおかしいということは、これは裁判の材料にならないわけですか。お金の問題に限られるんですね、住民訴訟っていうのは。だから、まあ、確かに私も住民合意ってないと思いますよ、地元の。ないと思うねんけど、それは審査委員会が そこで何点つけんねんっていうマターの話で、住民訴訟ってお金のことしか言えないんですね。だからあの大阪市がこれ以上公金を使うことになるからやめなさいって 今訴えてるわけですけど、そこがちょっと訴訟の限定されているのでしんどいところでは、まあ、ご指摘の点はまさにその通り で IR整備法でやっぱ公聴会しろとかね、そういう規定があるので、やっぱその精神にのっとるのであれば当然あの基本合意だって開示しろという話はあるので、当然あの関係してくることはあの関係してくるんですよね。でただそのなんというのか、そのまあちょっとね、あのちょっと他の手段での開示みたいな話の中で、あのそれ IR 整備法はこう今のね言ってるとここうなってるし、そのそういう意味であのこの裁判というよりはその整備計画を認可する側がね、やっぱそこのところ要するに住民に開示してないじゃないかっていうことを、そのこれも考慮要素にすべきじゃなんじゃないのかみたいな話はちょっとあの別のルートの方にそういう話はしたんだけど、 なんかちょっと響いてるのか響いてないのかちょっとわからんなみたいな感じですけど、あのおっしゃるってことはもう まさにその通りだと思う。ただそれがちょっとあの今言ってるのはその住民訴訟の中にストレートにバーンと入ってくるのか、それとも今のあの国交省の認可の中に入ってくるのかとか、あるいは両方かみたいなところはあるのかなという気はしますけど、ただあのやっぱ聞いてる話だと要するに国交省っていうか、まあ観光庁になるんだけど、観光庁の方もあの基本合意書のどうもあの別紙の 1,2 までは受け取ってんだけど、 3,4,5 以下はあのどうも大阪市つけてこなかったらしくて、大阪市って大阪府はね、うん、でつけてこなくて、でなんかつけてこない理由なんかもなんかちょこちょこ言うてたらしいんだけど、でつけてこなかったらつけてこないで、はいはいで受け取ってるんですよ。でだから、まあ、正直やる気あんのかみたいなところはあるんだけど、まあ、ちょっとそういう状況、いやもうご指摘の点はまさにその通りで、そこの理屈がどうやって通るのかなみたいなところですね。はい、よろしいですかね。ではよろしいでしょうか。どうもありがとうございました。で次回は3月13日15時から。
2025法廷でございます。皆さんありがとうございました。